眉毛かゆ。なんか眉毛太くなった俺。掃除してまーす。時間移るな。髭も剃ってないな。髭を剃って出かけに行きます。じゃあねー。顔洗って。髭剃ったんで散髪行ってきます。モテマッシュにしてきます。楽しみです。その時の写真がこれです。髪の毛を切って1日目が経ちました。ガンダムみたいな女の子です。卵焼きを作ります。卵焼き画角にしたいんだ。ちょっと待ってね。三脚切ったね俺の腕。前髪を厚くしたんですよね。ちょ分厚くした。フライパン、これをまあ新しく買ってしまったから、これをちょっと作ろうかな。これに卵入れるぜ。まずお湯沸かすぜ。味噌汁と卵焼きと、レッツ、キャベツ。うわ、なんもねえわ、俺んち。ユッケジャンスープ。肉もないし、俺んち。結構終わりや。はい。こんな感じ。あ、ベトベトするなんか腐ってんのかな。あ、ま、絶対これ。ほら。まあ、僕は飲食店の息子なんで、これぐらい簡単なんだよね。こう。入ってるわ。で、混ぜます。熱っ。うわ、もうやばいよ、この、卵焼き器ね。はいはいはい。卵とシーチキンを入れて、入れます。まあ、見といて。まあ、音で見といて。そういうことです。で、こうします。いい感じじゃない？あー、間違えた。油しくの忘れた。バケモンや。見る？はい。炊き込みチンご飯でーす。皿に移します。こういう感じで。彼女欲しい、マジで。こういうとこで。うわ、地面食った。できたー。ちょっと一回食べる。地面食った。地面食った。マヨネーズかけた。もう皿はこれ、フライパンです。入れすぎた。卵焼きが醤油に泳いでる。じゃあな。